北陸本線の福井武雄間の解説をします。まずは福井駅です。福井駅は福井県の主要な駅です。いつみ北線に乗り換えられて、私鉄では越前鉄道と福井鉄道に乗り換えられます。北陸本線は大体の区間で普通列車より特急列車が多くなっていて、少し変なことになっています。北陸本線普通の多くの列車は2両で、朝ラッシュなどは4両になっていました。またほとんどの普通列車でワンマン運転を行っています。北陸本線も来年には北陸新幹線延伸に伴って第三セクターに移管されるので、その変化にも注目です。さて、先ほどから前に高架橋があります。これは北陸新幹線の高架橋、来年の4月から使われる予定です。今この電車が走っている高架は越前波南道駅の前まで続いています。この高架橋は20年ほど前にできて、踏切撤去などを目的に作られたようです。駅前には新しいビルが建設中で、福井で一番高い建物になるようです。さあ、今渡っている川は阿諏訪川で、この辺りでは比較的大きめの川です。リーチ19の福井豪雨ではこの川が決壊したようです。この辺りから住宅街が広がっていきます。高架橋を下っていき、そろそろ地面と平行になろうとしているところです。あと、この間もなくの放送はあと1分くらいで着くよという意味なので、この放送が鳴ってもそこまで急いで降りる準備をしなくていいです。今分岐していった線路は JR のいろいろな施設に続く線路です。ここではレールに関することや電気関係のことをしているそうです。またここには電車が置いてあることも多く、レアな列車も見ることができるかもしれません。福井では自動改札機が少なく、 IC 専用改札機しかないため、自動改札機未投入の駅から乗るときは少し面倒くさいかもしれません。まもなく分岐するのは、先ほど紹介した越美北線で大野九頭竜湖方面に線路を伸ばしています。この路線はローカル赤字路線で、越前大野から先は特に利用者が少なく、廃止も検討されているようです。北陸本線第三セクター下で、越美北線は JR の完全な飛び地になってしまうので、廃線も心配されます。さて、列車は越前波南道駅に到着しました。この北陸本線の止まるホームは対向式で2線になっています。この駅の以前の接近メロディーは少し怖いことで有名でしたが、今はアニーローリーとエリーゼのためになっています。どちらもこのチャンネルで収録しているので、ぜひ聞いてみてください。越美北線が分岐する手前で南福井という貨物駅を通過しており、福井の貨物扱いの中心的な役割を果たしています。さあ、この辺りから市街地を抜け、田んぼなどが目立つようになってきました。この状態が北鯖駅付近まで続きます。そして越前波南道駅を過ぎると、すぐ近くを走っていた新幹線の線路が遠ざかっていきます。北陸新幹線は新しく山をトンネルで貫いていくので、昔の技術で作られた北陸本線とは分かれていきます。言い忘れていましたが、越前波南道の乗降客数は900人程度で、福井市近郊ですが決して多くはない数字になっています。目の前に迫ってくる道路は国道8号線です。道路版北陸本線みたいな感じで、新潟から米原を結んでいて、かつての北陸本線と同じようなルートをたどります。放送で言っているように、まもなく次の大泥駅に着きます。この北陸本線で使われている車両は521系といい、
他にも七尾線などで使われています。ラインカラーは青です。七尾線では赤帯の521系を見ることができます。またこれに似た車両で関西地区の 223.225 系や JR 四国の6000系、広島地区の227系などがあります。また北陸本線の最高速度は 130kmh で、521系でも最高 120kmh を出せます。特急列車はだいたい 120kmh 以上を出していて、高速運転を実現しています。そして列車は大泥駅に入線中です。この駅は少し特殊な構造で、もともとは2面3線のようでしたが、真ん中の線路はなくなっていて、2面2線で対向してない形になっています。この大泥駅の乗降客数は700人程度で、この辺りでは少なめになっています。この大泥駅は近くに自動車学校があります。ご乗車ありがとうございます。北陸本線は特急街道と呼ばれるほど、特急が多く、代表的なものではサンダーバードやシラサギが走っています。どちらもだいたい1時間に1から2まで本走っており、サンダーバードは金沢から京都、大阪を結ぶ特急で、コロナ前までは特急としては2番目の運行本数を誇っていたそうです。シラサギは金沢から米原、名古屋を結ぶ列車で、約半分は米原止まりです。どちらも来年の北陸新幹線敦賀延伸で運行区間が短縮されたり減便されたりするそうです。他にもダイナスターやおはようおやすみエクスプレスなどがありますが、こちらも廃止されると思います。さて、今は北陸自動車道と並走しています。おおむね高速道路の車と同じスピードで走っています。北陸本線はこのような普通列車は日中で1時間に1本で、多くても1時間に3本ほどになっています。途中の駅で待避や待ち合わせなども比較的多めに行われます。しばらく映像のみお楽しみください。矢印で指して場所には、サバへのメガネを PR する看板があって、少し有名です。少し前に渡った川は、浅水川です。この川は先ほど渡った、アスワ川とも下流で、合流していきます。まもなく北鯖江駅に到着です。ホームは逆側にあります。島式の一面二線構造になっています。乗降客数は1000人を超えていて、比較的多めになっています。近くに高校があるからでしょうか。最初に言い忘れましたが、停車時間はカットしています。
この北陸本線では最初に少し触れたようにワンマン運転を多くの列車でやっています。見分け方としては、方向幕にワンマンと書いてあること、放送が自動放送なことなどか挙げられます。日中は基本的に2両のワンマン列車です。4両だと車掌がつくようで、主に朝や夕方に走っています。少し前までは6両の普通列車も走っていましたが、なくなってしまいました。朝の時間帯は特に2両の電車を中心に混雑しており、電車が遅延や運休した時はただでさえ本数の少ないところにさらに少なくなってしまう時には、身動きが取れないほど混雑することもあるようです。ここで北陸本線についての説明をします。1913年に開業した比較的古めの路線で、今は金沢から米原までの 176km の路線です。一部は近畿エリアに属しており、新快速もあります。敦賀以南では521系のほかに、新快速で用いられている223系や225系も走っていますが、北陸本線では各駅に止まります。近畿エリアでは長浜以南を琵琶湖線とし、アルファベットの A で表しています。ここから先の話は鯖江駅発車後にします。さあ、先ほどから住宅街が広がってきました。福井を出て最初の特急停車駅の鯖江駅に着きます。すべての白鷺と一部のサンダーバードが停車します。この駅の乗降客数は2800人台後半と武雄駅をわずかに上回っています。福井県内では3番目に乗降客数が多くなっています。鯖江駅に到着です。この駅では独自の発車メロディーである木漏れ日が使われています。この鯖江駅は2面3線で退避が可能な駅になっています。鯖江駅も近くに高校があり、乗客が増えたのではと考えられます。さて、北陸本線の説明に戻ります。北陸本線は今でこそ金沢から米原を結ぶ路線になっていますが、北陸新幹線の開業前までは直江津から米原を結ぶとても長い路線でした。しかし北陸新幹線の延伸で路線の第三セクター化が進み、今は金沢までに短縮されました。さらに来年には、先ほども話したように北陸新幹線が敦賀まで延伸し、北陸本線は敦賀から米原の 50km にも満たない短い路線になります。しかし貨物列車は昔と変わらず、直江津から米原までを北陸本線とし、金沢から敦賀が第三セクター化されてもそのままになります。話は変わりますが、今正面に見えている建物はサンドームといい、いろいろなイベントの会場になっています。またその横にはサッカー場もあります。次に止まるのは武雄駅で、こちらも特急停車駅になっています。このように特急停車駅が連続しているので、一部は鯖江に止まらず掛布のみに止まる特急もあるようです。また駅間が少し空いているので、第三セクター化されるときに新しい駅ができるようです。武雄駅が所在する場所は、もともとは武雄市だったそうですが、
平成の大合併で越前市になったそうです。列車も竹生に近づいて市街地に入っています。この辺りは工業が栄えているようで、いろいろな工場がありました。越前市は紙が有名で、越前和紙という紙が有名だそうです。またナイフも有名で、駅にナイフで作った竜があるので、ぜひ見てみてください。まもなく到着する竹生の乗降客数は2800人台で、県内で4番目になっています。竹生駅も2面3線構造で、鯖江駅と同様待避設備があります。竹生駅は少し規模が大きく、竹生止まりの列車が長石を中心に走っています。またこの近くに福井鉄道の竹生新駅もあり、乗り換えることもできます。また少し離れてはいますが、新幹線の越前竹生駅もあります。結構田んぼの中にあります。さて、そろそろ竹生に到着です。駅の目の前には平和堂もあります。せっかくなので乗ってきた電車を見送ります。福井といえど、座席は埋まるくらい人が乗ってますね。ご視聴ありがとうございました。